ヒプノシスマイクディビジョンラップバトルライムアニマプラスアフレコアフタートークパートファイブ皆さんこんにちは今回進行を務めさせていただきます夢の源太郎役の斉藤相馬ですそしてアメマララムで役の白井祐介です有須川大輔役の野津山幸寛です監督の尾野克美ですはい皆さんよろしくお願いします,しますよろしくお願いします この映像はですねアフレコアフタートークと題してアフレコ収録後にアフレコの感想や本編の見どころなどをお届けしていく内容となっております今回はですね我々フリングポスセのキャラクターを演じるキャスト陣と小野監督でお送りしてまいりたいと思います皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますよっ MC 僕 MC なんですねいやそりゃそうだよラッパーもね MC って言いますからみんなそうだけどだとしたら 衝撃の「ファイターズ・ロールですけどこれはもうねもうこれ聞いた瞬間に全てを上書きされちゃうのファイターズ・ローブ確かにイントロずるいよねイントロからもう支配されちゃうというかあれなんかふとした瞬間に頭の中で急に再生され始めるというかめちゃくちゃインパクトある曲をもう 聞いた段階で僕アニメのシナリオをもらう前に曲のレコーディングだったんですよねみんなそっか歌詞とかも見させてもらった段階でやんんいなよくね渋谷の LINE グループでね新しい楽曲が来ると「今回の曲やばくないっすか?」って大体ノズが「開口一番」ね行って。 っていう感じで今回もねだからそもそもだからそのまだアニメの話を知らなかったので、うんうん、どういう状況なんだと確かにそうなんですよで一応まあレコーディングの時にもディレクターの方に「これってあれですよねなんか「西遊記」うん「西遊記」「西遊記」の設定なんですよね,ね、うん、って言った時にそのラムダが、うん、ええー サポジョンでとか説明を受けたんですけどその時にものドッポと一二三は馬です」って言われて「馬?」みたいな。でアニメ見てアフレコの時にあそういうことかと思ってちょっと撮る前からアニメも楽しみになったというか確かにこれは監督やはり発注としてはまあ最有機持ちの雰囲気ですね。 いやそうですよねそのね源太郎の歌詞に「ヘのカッパとか大イスのとに「豚に真珠」とか <laughs> さあ続きまして「うん、あ質問数珠つなぎ」ということでですねこれあのー、どうやら前の間の「アフレコアフタートーク」を担当しているキャストの皆さんから頂い,いた質問に答え、うん、そして次の間のキャストの皆さんへ質問していくという。 コーナーになっているそうなんですね。で、はい、前回四巻を担当されたバッドアステンプルのキャストの皆さんから。質問をいただいておりますので、紹介いたします。はいはい、最近食べた美味しいスイーツは何ですか?。スイーツ。なければ、一発ギャグをお願いします。なんでよ。<laughs> これなんか、伺ったところによるとですね。ねあの、一巻目が横浜だったらしいんですけど。あ,あの、浅沼さんがその振りをされた。 ことからの伝統になっている<ー>ということです。なるほど。パワハラですね。<laughs>